こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。オンラインサロンではゲリラライブもやろうと思ってますので、ぜひぜひお友達になってください。チャンネル登録もお願いします。はい、では今日はですね、女性が言われて困る質問というお話をさせていただきたいと思います。で、これ男性が言われたら嬉しいんだろうけど、女性はそれを言われると、まあ、嬉しくなくはないけど、それを言って一体何が知りたいのとか、一体何の意味があるんだろうって、それであんまり嬉しくない、むしろあんまりなんかよろしくない質問があるんですね。それは一体何かというと、モテるでしょっていう質問です。で、モテるでしょって言われても、実際にね、モテだとしても、いや、モテますとも言えないし、モテませんとしか言えないじゃないですか。で、男性はモテないですって言ってくれることに関して安心感を覚えるのかもしれないけど、その女性はモテるならあなたにモテたいわけで、別に不特定多数にモテたい女性の方が、まあもちろんモテたいとは思うけれども、でも男性ほど不特定多数にモテるよりは、一人の人に深く愛されたいと思ってる女性の方が多いと思うんですね。なのでモテるでしょうって言われても、だから何って思われてしまうことがありますので、モテるでしょうっていうふうに、言う質問はあんまりしない方がいいと思います。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガからですね、90日で彼女ができる5つの、特別動画をプレゼントさせていただいてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。オンラインサロンではゲリラライブもやろうと思ってますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 メッセンジャー、オンラインサロン、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。はい。では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。